成増駅は、東京都板橋区成増二2丁目にある、東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は、TJ10、板橋区最西端の駅。東京地下鉄有楽町線、福都新線の地下鉄成増駅が隣接しているが、乗り換えの案内は行っていない。島式ホーム2面4線の地上駅で、京上駅舎を有している。駅南側に比べて、 北側が大きく落ち込んだ地形になっているため、南口からは地下駅のように見える。東部池袋駅管区参下の駅長配置駅で、下赤塚駅を管理する。1.3番線は対比線である。主に東駅始発、終点の列車が使用する。和光市方の下り線の外側に引上げ線があり、東駅で池袋業として折り返す列車が使用する。 下り線からは1.2番線双方から入線可能である。一方、上り線へは3番線のみ入線可能であるが、和光市方から4番線へ入線する本線列車との同時進入が可能になっている。ポイント通過が必要な4番線が本線になっているため、上り通過列車は速度を落として通過する。出店店舗の一覧、詳細情報は東武鉄道公式サイト、 なります駅構内の店舗 ATM を参照。なおゆうちょ銀行 ATM が駅にある旨が書いてあるが、実際の場所は駅南口から西に数分歩いたところにある。2020年度の1日平均乗降人員は45,033人である。ピーク時は1日平均乗降人員が8万人。 程度であったが、地下鉄なります駅の開業などもあり、1993年度以降は減少傾向が続き、2010年度に6万人を下回った。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下表の通りである。北口に立つ複合施設、悪ク南口にある、なります、スキップ村商店街南側に搭乗線と並行して、 国道254号が走り、地下鉄成増駅はその地下にある。西側に白子川があり、東先橋がかかる。この付近にかつて、川越街道白子軸が存在していた。武蔵野大地と荒川定地との境にあたる上に、白子川及び、支流の都道路線の影響で当駅周辺は、起伏に富み、坂が多い。当地は石清村の名主、田中家の十七台。 田中業教聖駅が開拓したとされる。駅前に7メートルに及ぶ高低差があったこともあって、1988年から計画的な街づくり、北口再開発が行われた。第一次再開発では、駅前ロータリーやバスターミナルの整備、声優となります地域センターを核とする複合施設、アクトの建設、アクトと駅出入り口を連絡する。 ペデストリアンデッキなどが完成した。第二次再開発では、板橋区立成増図書館、板橋のありますが、丘郵便局、ハローワークプラザ、成増などが入居する複合施設、アリエスが建設された。成増北口通り商店街は、若干距離がある。南口側の商店街は、地下鉄成増駅と当駅に挟まれたエリアにあり、人通りが多く、早くから繁栄した。 2000年代に入ってからは古くからの商店の跡地に飲食店やドラッグストアのチェーン店が多く進出している。南口駅前の緑屋跡地には2007年4月に新規商業施設としてナリマスプライムが開業した。またパチンコ店も多く出店している。北口に国際工業バス、東部バスウエストの2社、南口周辺に前期2社と 西武バスの路線バスが発着する。北口南口停留場の場所は、以下の3つに分かれている。南口ロータリー、停留所名なります駅南口国道254号四なります交差点西側、停留所名なります町、なります駅入口国道254号四なります交差点東側、停留所名地下鉄なります駅、なります駅前本校では、 成増駅南口停留場のみ記述する。国道254号上の各バス停留場発着路線については地下鉄成増駅バス路線を参照。ありがとうございます。